サーバーにアップロードしていた画像を取得して一覧で表示させます。サーバーからの画像を取得というボタンをタップします。するとこのようにサーバーからの画像が一覧で表示されます。サーバーからの画像の一覧が表示されました。以上。